今度は5月2日ですね。いやー、5月入っちゃったね。まあ1ヶ月何をしてたんだという話。でもまあいろいろやってダメだった。とにかくね、水道管がまた水漏れ見つかったからどうしようかなって感じですね。まあ一応直せるかもしれないから自分で直します。はい、じゃあまあ今日は、ここのフローリングをね、片付けていくんだけど、まあこれ作ってもらいましたね。まあ外曇りプレスオープンまでの日程で、では今日はフローリング、ここを仕上げるということですね。はい、じゃあまあ行ってみようか。はい、今日はですね、このまあ一番の道路側っていうか縁側に近いところ、まあ、ここを仕上げる動画ですね。まあ、あとはその動画のカットとアングルを考えるのもまあこれまた課題なんですけど、まあそこまで手が回らんっていうことですね。そもそも DIY 動画でその DIY のクオリティを見せたいわけではないんで。まあ要は初めて家買って初めての DIY をまあ微暴録的に動画で映してるだけですね。まあ、ブログも書いちゃいますけど、その動画の編集で精一杯で、まあブログまでがちょっと手回んないですね。で、あとその動画ってやっぱ編集しないならしないであれ、パソコンのメモリだ、外付けのハードディスクだの容量を食ってきますね。やっぱりだからそのちゃんと早く編集して出してあげて、で消して撮った分をまた入れて編集して出して消してっていうのをもっと早いスパンで回さないとダメっすね。で今売ってる動画はですね、あれ買ってきました、クロス針セット。これコメリに売ってましたね。980円だったかな。なかなか安かったですね。でもなんか今現時点ではちょっとこれがダサいので、これってダサいっていうか、そのクロス針でなんか水を染み込ませて貼るタイプの糊がついてるクロスもあって、でそれ用のやつ買っちゃったんで、でそれ用じゃないやつをもう一個試しに買ってます。まあひどいっすよ、クロスは。やっぱりクロス全然うまく貼れないっすね、これ。絶対に空気入るんですよね。で、まあ、それは下地が悪いっていうのはありますね。ビス頭の調整してないっすね。なんでかって言ったら、そもそもその、石膏ボードは、ウールの上に打ち込んであるんですよ。で、そのウールもこれまた分厚いんで、石膏ボードで押さえつけると石膏ボードがまたたわんでしまったりするんで、それぐらい分厚いんですね。弾力性もあるし。だからあんまりビスを強く打ちすぎると、今度ビスの頭が埋まっちゃうんですよ。石膏ボードがボーンと押し戻されて、それで埋まっちゃうから、まあこれどうもないなっていうので、絶妙なビスの頭の位置で若干ボコって出る程度で、石膏ボードは、打ってあります。まあそんな感じで打ってあるんで、まあ、いいんでないんですかね。まあ初めてだから、これが限界っすよ。別にこれ一回やったらもう二度とやんねってわけじゃないし、もう一回やったらじゃあ今度は次、今度はこう、今度はこう、今度はこうしてみようっていうふうに、この重ね塗りするみたいに何回もやってけんじゃんっていう話なんで、まあ今の時点での僕の精一杯を、詰め込んだ微暴録、まあ動画になりますね。で、多分まあ3件はね、出すって決めてるんで、じゃあ3件、出して、まあ3件目までにそれなりには、劇的とは言わないでも、それなりにはまあレベルアップしてしてんだろうなっていう感じなんで、やっぱりそれまでの過程の第一歩っていうような感じでやってますので、これクロス針が超辛い。まあ、僕の性格には絶対合わないし、合わせることはできないものですね、このクロス針って。でこれ何やってるかって言ったら、糊をひたすら塗ってるんですけど、なんて言うんだろう、糊を買うと、糊が5キロとか、あと18キロかな、それの面積があるんですけど、なんか絶対それよりもちっちゃくしないとダメっすね。糊ケチって薄く塗ってたんですよ。この時点とか、まだ結構、それに気づくまでを、それに気づくまでが遅くて、薄く塗って伸ばした糊でやってたんですよ。これ天井やってるんですよ。で、本来天井ほど糊って厚く塗んなきゃいけないようです。マジで。だからあれ、ペラペラ剥がれてくるんですよね。で、結構遅いんで、春までに塗った糊が薄いと乾いちゃうんですよ。で、初期粘着力もあんまないし、っていうので、かなり5キロ中多分1キロ2キロ糊無駄にしたんじゃないですかね。マジで。だから天井にクロス貼るときは、分厚めに塗らないとすぐ落ちてきちゃうんですよ。で、これはホームセンターで売ってる5キロの糊を使ってます。で、これっていうのはこの初期接着力がやっぱ抜群なんですよ。で、最初は床用のボンドでやってたんですけど、床用のボンド塗ったらちょっと乾かしたら、ネバネバ、なんだろう、セロテープの裏みたいに粘着質になるじゃないですか。最初はそれでやってましたけど、やっぱり量が違いますね。床用ボンドとクロス用ボンドじゃ。で、あとコスパあたりの面積も違うし、やっぱりケチってやっちゃうと糊ってダメっすね。これは今回動画にしないですけど、このケチった代償はちゃんと動画を撮ってない時に来ましたんで、これまたどうしようって感じでしたね。もう途方に暮れましたからね、本当に。なんか寝てる間に夜中ピリピリ剥がれてくるから、おお、なんだよ、心霊現象かとか、ね、思って夜中起きてみたら、薄く伸ばしすぎて、ケチった糊が、ペリペリ、夜な夜な剥がれるという、大惨事を見ましたね。あれは、ぼーっと見てましたね。糊がクロスが一人でひらひらって剥がれていくのを、一人で、ただひたすらぼーっと見てましたね。やっぱり床用のボンドはやめた方がいいっすよ。ちゃんとクロス用の糊があるっていうのをこの後知ったんですよ。どんだけお前検索しねえんだっていう感じなんですけど、とにかく今バイタリティで進んでるだけなんで、学習能力のなさと学習効率の悪さから来るこの学習率と学習速度の遅さに後悔をしましたんで、それなりに改善していくと思います。僕、指図されるの嫌いなんで、頑張ってオープンさせますよ。で、あと、やっぱりこの単調作業ですよね。で、一枚一枚寸法が違うんですよ。なんでかって言ったら、床じゃないや、天井の点検口の周りを避けて、貼ってたんで、これまためんどくさい作業になりましたね。で、このはしごの上り下りで若干筋肉痛にもなりましたね。そこまで体は弱体化してましたね。40目前にしたおっさんが高校生の時の体力でいるっていうこと自体が一番ダメなんで、これは戒めですね。多分高校生の時の体力があったら、もう多分3日4日かかってないですね。はい。で、なんって言えばいいのかな。まあ、アングルの問題っすね。まあ、お前天井で何やってんだよっていう感じですけど、やっぱりね、タッカーなんですよね。で、これ、下地が、コルクの天井なんですけど、で、一回、剥がしてるんですよ、このコルク天井。デフォルトの状態のやつですね。なんでかって言ったら、この通風口がすぐそばにあって、まあ、その通風口のところには蜂の巣があったから、それをまあ叩き落としたって感じですね。まあ、越冬ができるほど暖かくはないから、まあ、蜂は入ってなかったんですけど、まあ、それほっといてもよかったかなって感じですね、今。でも、ほっといても、蜂が出入りできるくらいその通風口の隙間がでかかったから、やっぱりその虫が通風口っていうか屋根裏にいるって思うと僕が嫌なんですよ、特に蜂。この家を買った当初は蜂の巣がもうでたらめにあって、確か7月、8月か、でも8月だったんですけど、そんなにでかい巣がなかったっていうのが救いで、まだ女王蜂が1匹で頑張って作った程度のやつばっかりだったから、すごく小さかったんですよ。で、それに蜂撃退スプレーとかぶっかければ、その匂い嫌がってどっかブーンって女王蜂どっか飛んでったし、女王蜂は針を持ってないから叩き落としても人畜無害なんですよね。だからその時点で気づけたっていうのは大きかったですね。で、多分近くに蜂の巣があるんですよ。絶対に。だから働き蜂がもう必ず巣作る場所を見つけて飛んできますからね。で、大体ちっちゃい巣を20個以上叩き落としてるんで、ちょっと蜂だけはどうにかしたいっすよね。もう万全の状態で。まあ、ひたすらまあ、糊を塗る時間がもったいねえって思いましたね。で、これ糊を塗ってるのは糊を塗る用のコテじゃなくて、断熱材ですね。端材。断熱材の端材でやってるんで、まあこれは、時間かかってしっかりですね。まあ、この回はまあ、初めてのクロス張りっていうことで、まあ勘弁してください。で、クロス張りも1回で終わりじゃないんで、まあ、クロス張りは何回も、まあ、とりあえず3件は絶対外ごもりプレイス出すって決めてるんで、まあ、3回はやると思います。やるような気がします。で、あとは、そうですね、この外ごもりプレイスは何にしようかなって思うんですよね。DIY どころにしようかなって感じです。だから僕のデフォルト気に入らなければ、DIY してもいいよとか、そういう、まだね、床下に土間コン打ったりとかもしてないんで、そういう DIY を、まあ、ワイワイできる場にできたらいいなって思いますね。むしろ DIY 練習したい人もいっぱいいるから、ここまで下手くそなことをやってれば、まあ、これをみんなで直しましょうっていうふうにな時に僕も上手くなってれば、なんとかします。ちょっとこれまだかな。もっと早く始めればよかったんだけどね。はい。こんな感じで、まあ、ここまで塞ぎたかったけども、まあ、明日はこの数からやってみます。はい、今日は、まあまあのクロス張りですね。まあ、空気が入って仕方がないですね。下地のビスは浮いてるわ、パテ埋めはしてないわで、まあしゃあないですね。次やるときはあれ全部剥がして、石膏ボード直接打ちます。まあそんな感じで頑張ってます。頑張ってるよい、バイバイ。